はいどうも、パチオです。ちょっとお知らせです。ちょっと携帯の調子が悪くなってきた。昨日ね、なんかいきなりパツンと切れたっていうのもあるんだけど、なんか充電の減りが異様に早かったりとかね。だってそろそろ携帯変えるかもしれないんだけど、そうするといきなりなんかね、YouTube の更新が止まったりするかもしれない。でもそうした時はなんかあったなっていう風に思うんじゃなくて、ああ、携帯がどうこうで復帰できなかったりしてるんだ、みたいな。そういうふうに思っといてください。はい、今日の話なんですけどね、選挙始まりますねっていうことで、政党的にね公約を出しているところがいろいろあったと思うんですけど、見てみたらね、なんか社民党の公約がクソだったんで、それを喋っていきたいと思うんですけど、具体的に何かっていうとね、あの内部留保に課税しますってやつです。内部留保を 4% 課税して、消費税を3年間ゼロにするっていうやつですね。どこがクソかっていう話をね、まあ、僕なりにしていこうかと思うんですけど、まあ、内部留保に課税っていう話なんですけど、内部留保って、まあ、みんな知ってると思うんだけど、あの現金だけじゃないんですよ。株式とか、あと、ね、なんか土地とか建物とか設備とかも内部留保なんですよね。はい、ということでね、あのそれ全てに課税するっていうことになると、あの現金を作らなきゃいけないということになるんですね。実は今日本の内部留保っていうのが、600億あって、でその600億をそのから 4% 取ると24億じゃないですか。で消費税での税収がいくらあるかっていうと23億あるんですよ。はい、その23億と24億ということで、そこでそのバランスが取れてると、消費税取らなくても内部留保の税金で大丈夫。でじゃあその600億から取れるかっていうと、実はねその内部留保の中に現金ってそんなにないんですよ。現金いくらかっていうと、現金は200億そこそこぐらいな、じゃ あごめん、あの今まで億って言ってたやつ全部超で億なわけない。だからね、その内部留保っていうのの中に現金資産っていうのは、200兆円しかないんです。でいきなりなんか間違えてたな。でその200兆円っていうのをねかはその、まあ、近年でもそこまでね、年間で増えてるわけじゃないんです。そこから24兆って、まあ、24兆取ったら次の年は、ね、170何兆円になるから、そこから 6% 取っても24兆にはならないんですけど、はい、ということで、まあ、日本の企業の、ね、資産は、ね、激減することが予想されますね。でただその設備投資とか の込み込みの内部留保は年間どんどんね、ここ3、4年ぐらい連続してね50兆ぐらい増えてるんだよ。だから最近、ここ最近ね、その内部留保って激増してて、だからこそその、まあ、そこに目をつけたんだと思うんだけど、まあ、はっきり言ってさ、内部留保ってさ、その設備投資なわけですよ。さっきも言ったように現金が増えてるわけじゃなくて、現金そんなに増えてないけど、その土地とか建物とかだたらこうたらが増えてるわけで、まあその設備投資やめますっていう話になったら雇用とかにすごい影響が出ると思うんですよね。ね、あの工場とかだって更新していかないとどんどん古くなってきますし、で日本ってさ、その別に今工、ね、昔は世界一位を争うぐらいの工業国だったわけだけど、まあ、今でもまあ工場強いっちゃ強いけど、まあね、中国とか韓国とか、ね、まあ、台湾とか、まあ、アジアでもそんな国がいろいろあるし、まあ、東南アジアの国もそうだし、でね、EU の国だってアメリカだってまだいるわけだしさ、で今トップクラスではあるけどトップではないわけですよ。でそこでそんなね、いきなりその20兆円とかがね、そのそっちの業界ばっかりに課税してね、そのいろいろっていう話になったらさ、競争力、ね、日本の競争力がなくなっていくっていうことも僕は危惧しなきゃいけないなと思うんですよね。でさ、あと例えばさ、食品工場とかってさ、結構人がいっぱいいたりするじゃない？雇われてる人いっぱいいると思ったりするんだけどさ、であの時にさ、4% です、お金足りませんっていうな、4% ってさ、
結構だからさ、だって日本の経済成長率が 2% ぐらいなんだよ。 4% 取ったらマイナスになってくじゃん、その 工場の方のね、工業の方だけで言ったら、まあ、他のとこでその帳尻合わせるから GDP とかあんまり変わらないのかもしれないけど、消費自体はね、 GDP は変わるか変わらない、売上とかになっちゃうから変わるかもしれんけど、あのね、輸出とかが減ったりすると変わる可能性あるけど、お金足りませんってなったら土地とかで持っていくのかねその辺もよくわからんし、あとね、だいたいこれ狙い撃ちされてるのって、あの工業だと思うんですよ。まあなんでかっていうと、だって内部留保って僕らの貯金だって言ってしまえば、僕の貯金は僕の内部留保だし、個人商店とかだってね、まあね、個人事業主だって内部留保っていうものは存在するわけですよ。だから皆さんね、商店とかで仕事してる人とか、棚卸しとかやったことあるんじゃないですかね。まあ、工場でも棚卸しってあるんですよ。9月末とか 3月末とかもだっけ、棚卸しってあるんだけど、で、まあ、僕もね、自分とこにあるそのいろんなものの在庫とかをね、メモしてその報告で出したりとかしたことありますよ、派遣とかの時にね、まあ自分とこのね、その建設の時にはやってなかったけどね、そういうことは。だからそのまあ括弧にその内部留保っていうものは存在するわけですよ。それを全部含めて内部留保って言ってんのか、その国がねいろいろ出してるその600兆っていう数字は。でそのそうじゃなくて、その工業だけの内部留保なのか知らないですよ。例えばそのね、北海道とかの方になりゃさ、広い土地を持って農場経営してたりとかね、牧場経営してる人とかいるわけじゃないですか。畜産とか乳業とかさ、あとそうだな漁業とかだと船持ってたりするじゃないですか。じゃあお前船持ってるから税金払え、まあだからその固定資産税の範疇だと思うんですよ、その辺のことって。だけどその内部留保の600兆円っていうのはその資産そのものだから、土地とか建物とか固定資産税の範疇からの二重取りでもあると思うんですよね。でしかも毎年課税さ、持ってたら毎年課税されるんだから、それはもうはっきり言って固定資産税だろうっていうところがあって、だからそういうところが僕の気に入らないところだったりするんですね、正直言って。警告なんだけど、昨日と同じくまたなんかぶつ切りになる可能性がちょっとあるかもしれないです、映像がはい、ということでね、僕の方ではこの内部留保に課税するっていうのはもう本当にクソオブクソで、破綻するのが目に見えてたりする。だからそのだって経済成長ができないんですよ。だからその持ってるやつから取りゃええねんっていう考え方ってものすごい短絡的で、僕は政治家がやるべきことではないと思うんだよね。成長を促すのが政治家だと思うからお前ちょっとジャンプしてみろみたいなね、お前まだ金持ってんな、じゃあ絞るかみたいなね。でまあ、これによってね、その経営してる人以外はね、痛手に感じないかもしれないですよ。だけどその雇用がどんどんなくなっていくとか、その投資がなくなるわけだから、その日本の工業とかの、まあ、成長率とかが下がっていくとか、そういうことにはなっていくんじゃないかなっていうような、そういう気がしています。まあ僕がね、ど素人の僕がそういうことを思うわけだから、多分ねプロが見たらね、なんだこれはっていうような感じなんだけど、まあ、結局政権なんか取れっこないから、まあ、できもしないような夢みたいなこと言って数字だけ稼ごうっていう、僕にはそういうふうに思えてしまうわけですね。まあ、はっきし言ってちょっとね、なんかもうっていう感じですねだから、結局その、ね、内部留保がこれだけあるっていうのと、消費税の税収がこんだけあるっていうので帳尻合わせをしてるだけなんですよ。しかもねこれ言ってるのが3年間って言ってんすよ。で消費税いきなりゼロになって3年間経ちました、じゃあ消費税また戻しますっていう話になった時に、絶対みんな苦しくなると思うんですよ。だからそういう時の悪影響とかを、まあ、全然考えてないっていうねだってね、そらね、いや物価が安くなるのありがたいよ。 だけど物価が安くなった分、頭のいい人間はその間に貯金とかしとくんですよ。頭の悪い人間は全部使い切るんですよ。で全部使い切った人間がその3年間終わりましたってなったところで、また生活苦しくなるんですよだからね、その辺
で3年間っていうのが結構卑怯な感じで、ほら3年間っていうとさ、だからその制限取りました、でそのね1年目はね、まあ現行の法律のままだから、でその次の年から3年間その税金がその消費税がなくなりますっていう話になるじゃないですか。これでどうなるかっていうと、次の選挙の時に消費税がない状態なんですよ。で、あの次の公約でそれを維持しますっていうふうに言ってしまえば、消費税がまたない状態で、キープできるという。でね、その内部留保っていうお金の中にね、あれだよね、あの退職金とかのね、まあ給料とかさ、退職金とかの積み立ててるお金とかさ、あとなんかあったな、あのいろんなもんがね、混ざってるはずなんだけど、まあそういうのとか全然考えてないんだねっていうのも含めて、ちょっとあれだなっていうようなことをね、ちょっと考えてしまいました。ということでね、今日の動画はなんとなく無事に終わりそうですけど、まあね、ちょっと映像もね、だんだんちょっとぼやけてきてるところもあるし、そろそろ携帯変えなきゃいけないなって思ってるところです。はい、ということで終わりにします。はい、以上パチオでした。バイバーイ。